彼らは自らの運命を自分たちで決めた。そう、死ぬことを恐れずに、死に直面する恐怖を知らずに。見つけた！これ以上進ませる！敵襲！総員戦闘！こちらに戦闘です！窓を余った！目標消失！何としても持ちこたえろ！落としろ！撃つのをやめろ！機械撃つな！光の始まりなどではない。我らが生み出した最初の希望だよ。遅くなったわ。やはり現在の兵力では厳しい状況と言わざるを得ないのでは。戦力の不足はルシで補えばいい。ルシが議会の要求などで動くと思っているのかね。候補生の戦闘介入、現状を打破するに最もふさわしいかと。そうですね、院長様のご判断を仰ぎましょう。バギと候補生たる彼らはスザクのための戦いを厭わないでしょう。マキナ、レン行こう。マキナ、広告はルブリン、クリスタルを踏みにじった。お前は俺たちをクリスタルの犬というが、どちらにせよ今捕まるのは得策じゃないな。敵地で待機、んなアホらしい命令聞いたこともないよ。報告に裏がないって議会は本気で考えているのか。なんでビャッホにうちの諜報部の人たちがいるんだろう。自慢じゃねえか、オリエンス4大国全部言えるぜ。こらバカは空気感染しないはずですから、私はナインを避けたりしません。前向きになれば前向きな未来が描けるんだよ。私たちはクリスタルに忠誠を誓いました。マザーは選べと言った。私たちは何を選べばいいんだ。私が諸君の指揮隊長となるクラサメだ。てめえこら、しばらくこの新型のテストに付き合ってもらおう。行くぞ赤き魔人ども。ここまでだな。モグと呼ぶクポ、よろしくお願いするクポ。俺候補生の弟がいるんだけど、こいつがまたチョコボ好きでさ。あなた方の歩む道に光があらんこと。二級以下の兵を下げろ。赤時の守護竜を出す。これはクリスタルの意志ということです。全てにおいて意味がある。全てにおいて意味が明ける。僕たちが泣いたところで何も始まらない。忘れなきゃいいのさ、彼らがここでこの時代に生きていたってこと。お前たちも選ぶ、自らの道を自らの意志で。そして生き抜き、死んでみせろ。過去は切り捨てて先に進むしかないんだ。そのために僕たちは忘れるんだ、死者の記憶を。うるさい。そうやってお前らは兄さんを切り捨てたんだ。まるで子供のダダですね。悲劇のヒーローがやりたいならミリデスに残って一人で存分に演じてください。あんたに何がわかる。